はい、7月5日火曜日ね。春先生、チェーンのお仕事、ご苦労様です。リンクス先生、こんにちは。虫くん先生、いつもお世話様です。はい、髪を結んできた人はとりあえず全部髪を濡らすと切りやすい。切りやすいよね。もちろん切りやすいよね。髪を結んだ後も不安な気持ちもリセットされて、カット慣れしてない技術者には良くないでしょうかね。はい、ムクシン先生、毎度毎度ね。髪の毛をね、結んでこられるとね、うちみたいなね、ドライカット系の店にはね、ちょっとめんどくさい場合があるよね。割り増しね、取れればね、濡らして乾かしてもいいんだけどね。それこそね、同時にね、お兄さんが髪の毛多い子を濡らして乾かしてからドライカット。で、隣で自分がおばさんかなんかをね、来て座ってすぐにドライカット。そんなことやってたら、こっちが先に終わっちゃうよね。向こうが切る前にもこっちが終わっちゃうよね、仕事がね。不安な気持ちのリセットね、髪の毛を濡らしてね、乾かしてる間にね、そんなの変わるかっつったら、多分ね、体を動かすと不安な気持ち、扁桃体の暴走なんだけど、扁桃体が少し静まるんじゃないかな。で、考えてる時間があるからリセットするってのはあるよね。不安な気持ち、多分扁桃体のなんかこう条件反射だと思うんだけど、その扁桃体っていうのはね、だから危ない、逃げろっていう、行動しろ、何かしろっていうの、それをこう体に命令してて、体が反応しないとどん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 不安になっちゃう。だから体を動かすとやっぱり何かしてるわけだから、扁桃体が落ち着くっていうの、ちょっと静まる、不安な気持ちがちょっと減るっていうの。そうやって考えると、あの子はね、ちょっとね、ちょっとコミュ障を持ってるんだよね。だからね、本人に聞いてもね、なんかわかんないんだよ。だからやっぱり親が見てないとダメなんだよね。このカットね、だからまず切ってしまえばいいんだけどね。10センチ切るのか15センチ切るのか分かんないけど、まず切ったら2センチ切る。だけど、やっぱりカットする人にとったら、この2センチ切るったってさ、多分、ほら、シャギー調に切るよね。うちの秘書の子いるでしょ？あの子が、ブラントでバッチリまっすぐ切ってくれって言うんだよ。シャギー入れなくていいって。そういう切り方って今あんの？切りっぱなしっていうよりね、切っただけ。いや、それでいいんだっつうんだよね。あそこまで行くとバリカンで上から押して切った方がいいんかななんて思うよね。だから2センチ切る、5センチ切る、しかも切り口が多分シャギだと思うけどね、シャギリのかぶつ切りなのかね、それでもって前下がりなのか後ろ下がりなのかね、ペランペランにすくのかね、すかないのかね。20年ぐらい前の高校生とかね、あれ今思い出すとペランペランにすいてくれって子いたよね。癖があろうがなかろうが。当時はね、30%セニングでペランペランに空いてたと思ったよ。それでもいいっつうんで、それで来てる方もいたからね。当時はペランペランに空くのが流行ってたんかね。で、当時は、ストレートアイロンが、急激にね、普及し始めた頃、で、業務用のやっぱりストレートアイロン使って芸能人の方はね、ほんで、ピターって伸ばして、ほら、結局テレビ出てくるわけじゃない？そうそう、ペランペランに見えるじゃない？実際、すいて減らしてるのかもしんないけどね。で、そんな感じを真似したいっていうのを一般の方が。で、一般の方が使うアイロンっていうのはどうしてもぬるいからね。で、ぬるいアイロンでやるとどうしてもピターっとは伸びないから、伸びない分、すいて減らして、芸能人みたいにピタッと減らしたペランペランに見せたかったんじゃないかな。だ、その勘違い。だからね、そういう世代で我々生きてきたからね、すくのなんか全然抵抗ないよね。もういくらでもすけるよね。そんな思い出だね。はい、お疲れ様でした。